一体どういうことにゃ。女の人が男の人に女にしてほしいって言ったら意味は一つだよね。君の手で私を女にしてほしい。なあ、私は何かおかしいこと言ったのか？こういうことは男である彼に頼むのが一番だろう。そうね。ダリアさんは、ああ、ルピナスとデイジーを見ていたら、私も彼にお願いすれば女にしてもらえると思ってな。ほら、もちろんだ。君に頼めば女性らしい振る舞いや女性としての魅力を習得することができるんだろう。あれ？君がこの店で働くようになってから、ルピナスとデイジーは女性としての魅力が上がったと思う。ベロニカに相談した時も彼に頼む方がいいと言われたんだ。じゃあタリアさんはそういう意味で言ったわけじゃないんですか？そういう意味？ルピナスがどういう意味で言ってるのか知らないが、私は女性としての魅力を上げたいだけだ。なんだ、びっくりしたにゃ。ごめんなさいにゃ。でも、なんで急に女性としての魅力を上げたいって思ったんですか？ん？それはだな。とあるモンスターを倒すためよ。話してたのはそのモンスターのことな？その通りだ。そのモンスターは卑怯なことに女と子供しか狙わない。女に扮して討伐しようかと思ったが、ベロニカに止められてな。そうなんですか？ダリアさんならそのままでも大丈夫だと思うんですけど。バカね。なんでダリアがこんなことを言い出したのか見てたらわかるでしょ。とっても綺麗な顔をした男の人。まさかダリアは男だったにゃ。日頃お前たちは私をそういう風に見ているんだな。冗談にゃ。いいか、私は黙っていると耽美主義の人間に見えるらしい。もちろん体は女だが、立ち振る舞いや剣のこともあって男に見られることもある。そうなんですか？嘘じゃないわよ。女の子に声をかけられてるところを見たことあるし。もちろん裸になれば女性だとわかるが、普段は胸当てのせいもあって胸は押さえつけられているからな。なんでそこに反応したの？やっぱり兄さんはエッチな目でダリアを見てたんや。
何より私は剣一筋で生きてきたからな。女性的な魅力とは縁がない。同じ人間にすら性別を間違えられるようでは、モンスターが私を女と認識してくれるとは思えないだろう。そこで話の最初に戻るんだが、よかったら君の手で私を女にしてくれないか。そういうことなら助けてあげようよ。私たちも協力するからさ。ルピネート兄さんが助けるなら私もお手伝いするにゃ。決まりね。楽しくなってきたわね。そんなことはない。男の目で私が魅力的な女に見えるようになれば万々歳だろう。そういうことで頼むぞ師匠。私が教えを請うんだからそう呼んで当たり前だろう。ああ、それからこれからは私のことはダリアと呼んでもらって構わない。必要であれば雑務もしよう。なぜだ？死の面倒を見るのは弟子の仕事だろ。しかしだな。そうか。呼び名なんて後からでも変えられるわよ。今は女性らしい振る舞いのことを考えたらどうかしら。そうだな、ベロニカの言う通りだ。まずは何をしたらいいだろうか。女性的な魅力を上げるためなら何でもしよう。振る舞いとはどんなものだ？なるほど、ルピナスとデイジーの振る舞いを見て覚えろと君は言いたいんだな。しかしデイジーの振る舞いは女性というより小娘な気がしなくもないな。いきなり失礼にゃ。兄さんは私のことが大好きにゃ。だから私も魅力的な女性なのにゃ。でもダリアが私みたいになったら兄さんもダリアのことを好きになるかもしれないにゃ。やっぱダメにゃ。私の振る舞いを真似したらダメにゃ。安心しろ、最初からルピナスの振る舞いを参考にするつもりだからな。なんか複雑な気持ちにゃ。そういうことだ。今日からルピナスの振る舞いを観察させてもらうぞ。ずっと見られるのはちょっと。あ、そうだ、それならこのお店で働きませんか？ストレイシープの酒場でということか。ここで働けば私もデイジーもいますし、いろんな人の振る舞いを見ることができると思います。何より人手が増えるのは嬉しいですからね。いいんじゃないかしら。接客なんて女性らしくないとできないわよ。そうか、それならここで働こう。異世界酒場のセクステット。私の後ろには立たない方がいい。切られたくないならな。いいわね、
お兄さん、食べてみたいわ。やはり、こんな可愛い服は慣れないな。なんなのよ、このモンスター。やっぱりこれはおかしいだろう。何もおかしくないにゃ。似合ってるにゃ。そうですよ、似合ってるんですから安心してください。そうは言ってもな。はい、それじゃあお客さんからオーダーを取ってきてください。わかった。しに行けなくてごめんね。兄さん、どうしたのにゃ。だよね、君もそう思うよね。安心するにゃ、基本はきっちり叩き込んだのにゃ。ああ、気泡はきっちり叩き込んでもらったからな。あとは慣れだ。よかった。オーダーはちゃんと取れた。バカにするんじゃない。私だって人と話すことぐらいできる。そうか。この手の格好も覚悟を決めれば何ということはないんだが、やはりこんな可愛い服は慣れないな。すぐに慣れますよ。ほらほら、お仕事しますよ。
様、忠告しておくぞ。私の後ろには立たない方がいい。切られたくないならな。ああ、そしたら急に背後を取ってきたんだ。いいか、剣士の背後に気安く立つな。問答無用で切られても文句は言えないぞ。貴様には関係ないだろう。何？私だってルピナスに近づくことぐらいはできるだろう。切る。この男は今切っておかないと末代まで後悔することになる。まったく、ああいう男は切り捨てるべきだと思わないのか？あの男は置いておくとして、すまなかった。すまない。接客というのは難しいんだな。何でも言ってくれ。よし、刃物の扱いなら任せるといい。料理に愛犬を使う日が来るとはな。うむ、やはりこれがないと落ち着かないな。それでは行こうか。急に大声を出して。そうなのか？これなら一度にたくさん切ることができると思うんだが。君は料理人になる前はシーフだったのか？その包丁さばきはただものじゃない。ナイフの扱いを得意とするのはシーフだからな。よし、やってみよう。
夜分遅くに失礼するぞ。いや、忘れ物ではない。実は住み込みで働きたいんだ。今日分かったことがある。私は女性的な振る舞いができるようになる前に、女性として根本的に何かが欠けている。そこでルピナスたちの生活に学ぶことがあるんじゃないかと思ったんだ。そうか、それは困ったな。すでに宿は引き払ったんだ。今から宿を探すにしても空いてるかどうか。ああ、今日のことを思い出すといても立ってもいられなくてな。贅沢は言わない。雨風をしのげればどこでもいい。そうだな、物置か廊下の一部を貸してもらえないだろうか。君が謝る必要はない。そもそも私が押しかけたことに問題があるんだからな。それじゃあ、君はどこで寝るんだ？それはダメだろう。むしろ私が床で寝るべきだ。そうか？なら、一緒に寝ることにしよう。心配するな。お金がない旅先では、ベロニカとよく二人で寝ていた。ベッドの狭さなら慣れている。なんだその顔は。ああ、なるほど、私の寝相が悪くないか心配しているんだな。そうだな、それなら私を縛るか。疑問ないな。明日も早いんだろ。今日はもう寝よう。そういえば、異性と同じベッドで寝たことはないな。まあ、そんなことは些細なことだろう。君はそんなことしないだろう。それだけわかればいい。さ、寝よう。なんだ、寝ないのか？
ねえ、ってよ。こんな時に全然起きないにゃ。聞きたいことがいっぱいあるのに。こうなったら最後の手段にゃ。最後の手段って、デイジー何する気なの？大丈夫にゃ。一回これで起こしたことがあるにゃ。でも飛び蹴りはさすがに。マンドームよにゃ。起きろって言ってるにゃ。ちゃんと理由があるって言ってるし、聞いてあげよう。にゅー。ちゃんとした理由、聞かせてくれるよね。ダリアさんが夜遅くに泊まり込みで働きたいって尋ねてきた。でも寝る場所を確保できなかったから君のベッドに寝かせたってこと？じゃあクヘヘはなかったにゃ？クヘヘはグヘヘにゃ。わかってるくせに意地悪にゃ。私たちも自分たちのことに夢中でノックの音が聞こえなかったんだし、今回は多めに見てあげよう。うんにゃ、仕方ないにゃ。うん、そうにゃ、ベッドの中で兄さんパワー補充計画について話し合ってたのにゃ。わあ、デイジー、それは秘密だって。効率よく補充するにはどうしたらいいかっていう会議にゃ。ちなみに効率のいい補充方法は兄さんの服を着て寝るだったにゃ。実際に二人でやってみたけどやばかったにゃ。あれはいろいろとおかしくなっちゃうにゃ。それは内緒だよ。それよりダリアさんを起こそうよ。お店を開ける準備もしないとだしね。にゃーん、もしかしてダリアは朝に弱いにゃ。どうなんだろう、ベロニカさんから朝が弱いなんて聞いたことないけど。
連れて行ってくれ。ちょっとダリアさん。にゃー、ダリアずるいにゃー。ベロニカ痩せたんだな。この体つき、まるでストレイシープの酒場の彼のようだ。顔も彼に似て。すまない。てっきりいつものように。見てはいけないものを見た。切る。ひにゃー、ルピーネ助けてほしいにゃそもそもダリアが兄さんと寝てたのが悪いにゃ。何が悪いのかわからないんだが。本当にわからないんですか。男女が一つ屋根の下になるだけじゃなくて、ベッドまで同じなんですよ。何かあったのかもって考えちゃうじゃないですか。つまりルピナスとデイジーは嫉妬しているということだな。その嫉妬っていうか。なら今日はルピナスが彼と寝たらいい。そういうことじゃないですよ。住み込みで働くのは問題ないですけど、寝る場所は私たちの部屋にしてください。いいのか。デイジーとルピナスのベッドしかないんだろう。それなら私のベッドを使っていいにゃ。代わりに私が兄さんと一緒に寝るにゃ。何言ってるの。ダメだよベッドのことは後で考えます。とりあえずダリアさんは今日から私たちの部屋で寝てください。そうか、雇い主の指示ならそれに従おう。やってるかしら。今日は別の用事。ほら、ダリアが働き始めたでしょ。だからちょっと様子を見に来たのよ。すみません、注文いいですか。あ、今から行くよ。待っていてくれ。あれでいいの？
私って分かったからそっけない感じにしてるわけじゃないわよね。てっきりいらっしゃいませって笑顔で言ってくれると思ったのに裏切られたわ。もうこのお店の教育はどうなってるのよ。全然面白くないじゃない。やめておいて。なんかすごく怒られそうな気がするから。注文って、なんだベロニカか。適当に頼んでくれ。ちょっと、いくらなんでも冷たいんじゃない。そうだな。ではお客様、頼みたいものは決まっただろうか。違うでしょ。お客様、ご注文はお決まりですか。でしょ、うん、お客様、ご注文はお決まりですか。そうね。じゃあシュークリームとダリアちゃんをいただこうかしら。ダリアちゃん可愛いわね。ここで働き始めてからどれぐらいになるのかしら。ご注文は以上ですか。答えてくれてもいいじゃない。でもそうね、ダリアちゃんにシュークリームを食べさせてもらえるサービスとかないのかしら。ありません。じゃあ以上で。ご注文を繰り返します。シュークリームを一つと、あ、あとね、スカート履いてるときは大股で歩かない方がいいわよ。いろいろ見えちゃうからね。かしこまりました。ご注文はシュークリームと残暑ですね。ちょっと冗談よ冗談。そんな笑顔で物騒なこと言わないでよ。というかアドバイスしてあげただけでしょ。そうだ、走ってきたから冷たい飲み物が欲しかったのよね。追加で頼もうかしら。売り上げに貢献するのはいいことだ。だがバカは治らないからな。一度死んでくるといい。え、本気なの。ダリアちゃん、私を切っちゃうの。問答無用。消えたわけじゃない。あそこを見ろ。お邪魔して悪かったわね。ダリア、お仕事頑張りなさいよ。普通の魔法使いだ。それにあれぐらいの斬撃を避けることができなければ今までの冒険先で死んでいる。さ、仕事に戻ろう。
何度も言ってるでしょ、あなたたちとは飲めないわ。私には行きつけのお店があるの、構わないでくれる？どれだけ待ったと思ってるの？悪いけど、ちょっとお芝居に付き合ってくれる？そう？こう見えても、私って結構モテるのよ。じゃない、こいつらも私に男がいるって分かれば引き下がってくれると思うし。私を酒場に連れ込んで酔わせようとしてたのよ。酔わせて何をする気だったのかしらね。そうよそうよ。これでどうかしら。こんなところで初めてのキスをするなんてね。何よ、初めてのキスだったら問題でもあるのかしら。へえ、これがキスなのね。悪くないわね。
初めてのキスの相手が君だったからよかったのかしら。なんて冗談よ。悪かったわね、急にキスなんかしちゃって。何よ、顔が真っ赤じゃない。そんなに恥ずかしかったのかしら。こんな反応するなんて可愛いわ。大丈夫？さっきからぼーっとしてるけど。ほんとにゃー、兄さんが大丈夫っていう時は心配にゃ。何かあったならちゃんと相談してね。今日も街でちょっとした騒ぎがあったみたいだし。いわゆる男女のいざこざってやつにゃ。なんかね、男の人たちがナンパしてたらしいんだけど、そこに女の人の彼氏さんがやってきてちょっと揉めたらしいんだよね。安心するにゃ、兄さんがナンパされても私が助けてあげるにゃ。一回しかナンパされたことないんだよね。それにデイジーだってナンパされたいとか思ってるんじゃないの？思ってないにゃ。私は姉さんって呼ばれる理由が知りたいだけにゃ。つまり過去にナンパした男がいるが無事では済まなかったってことだ。むしろあれぐらいの働きで休憩しろという方が不思議だ。もっと指示していいんだぞ。
冒険者の間では有名だからな、あの二人。私もこの町へ来たばかりの時はよく警告されたよ。とある酒場の女に声をかけてはいけないとな。最初に話を聞いた時はルピナスたちのことを言ってるなんて思ってもいなかった。詳しく話を聞くと、本人は平手打ちをしているつもりでも数メートルは飛ぶらしいな。平手打ちを食らったナンパ男は重傷。死にたくないなら君もルピナスたちを怒らせない方がいい。なんだ、貴様も話に入っていたのか。それはすまなかったな。てっきり私から切られるために来たのかと思っていたぞ。安心していい、そこはわきまえている。ああ、この辺りの森に凶悪なモンスターが出現するらしい。モンスターの活動も活発になってきているし、君もしばらく森には近づかないようにした方がいい。強いモンスターがいるんでしょ。それなのに森に行くなんて無茶だよ。木の実やフルーツなら町でも売ってるにゃ。そこで買った方が安全にゃ。そうだよ、前みたいなことになったらどうするの。そう声を荒げないの。何のための話し合いかわからなくなるでしょ。そうですけど、ルピナスたちの気持ちもわからないことはない。もちろん君の気持ちもだ。ベロニカとダリアはどう思うにゃ。森に入っても大丈夫って思うにゃ。そうね、最近はモンスター全般の動きが活発だし、備えもなしに入るのは危険かもしれないわね。ベロニカと同じ考えだが、私は一人じゃなければいいと思っている。そうにゃ、ルピネーと私と兄さんで山に行くにゃ。それなら大丈夫にゃ。武術の心得がないルピナスたち3人で行ってもモンスターの餌になるだけだろう。私が言いたいのは、冒険者を雇えばいいということだ。でも冒険者さんや傭兵を雇うのはものすごくお金がかかるって。ルピナス、そんなことを心配しなくてもいい冒険者がいるだろう。ああ、話が読めたわ。不満か。全然、むしろ面白そうだし、最初からついていくつもりだったわよ。君が考えている通りだ。私たちが君を護衛しよう。護衛なんて大げさなものじゃないけどね。本当にいいんですか。ダリアさんにはお店の手伝いもしてもらってるのに。そもそも店の手伝いは私が言い出したことだからな。気にしなくていい。それに
森に出没しているモンスターは私とベロニカが狙っているモンスターかもしれないからな。楽しみになってきたわね。どうする、お弁当は持っていくの？ベロニカ、ピクニックに行くわけじゃないんだぞ。それぐらい分かってるわよ。でもお楽しみの一つや二つあってもいいでしょ。いや、弁当は三人分でいい。ルピナスとデイジーには留守番をしてもらう。にゃー、ずるいにゃー。私も兄さんとピクニックに行きたいにゃー。ちょっとデイジー、遊びに行くわけじゃないの？ベロニカがそれを言うな。人数は多い方がいいんじゃないですか？そうでもないのよね。ルピナスとデイジーも一緒に来るってなったら護衛する対象が増えるってことでしょ。いくら私とダリアでも3人を守れって言われても難しいのよね。私もデイジーもスライムぐらいなら。スライムだからでしょ。普通は正面から殴りかかって勝てるほど甘くないのよ。そうですよね。なんでもない。それじゃあダリアさんとベロニカさん、よろしくお願いします。あ、任された。モンスターも倒して食材も見つけて元気に帰ってきてあげるわよ。ベロニカ、また大きくなったんじゃないか？そうでもないわ。いつも通りよ。いつも通り。何を食べたらそうなるんだ？あら、ダリアも大きくなりたいの？そういうわけじゃない。大きくするいい方法があるの。ねえ、試してみない？結構効果があるらしいし。そうなのか？それなら少しだけ。どうせなら見せつけてやりなさいって。バカなのか？いい加減にしろ。良いではないか、良いではないか。十分大きいと思うけどね。あ、ごめんね、
物置に用事があったんでしょ。時間に何をして。兄さん、これはどういうことにゃ。ああ、カフェ、とっても激しかった。は？つけて行ってきてね。それから暗くなる前に帰ってきてよ。任せるにゃ。料理は私がしてもよかったんだけどな。それだけはダメにゃ。デイジーも私が作った料理食べたいでしょ。それは食べたいにゃ。そうにゃ。ルピネーはお客さんの相手をするべきにゃ。そうかもしれないけど。願いにゃ。早く帰ってきてほしいにゃ。あの様子だと夜は私がご飯を作るねとか言い出すにゃ。お願いするにゃ。そろそろ準備はできたかしら。私たちの準備はできたぞ。あとは君次第だ。他に美味しいお菓子を出してくれる喫茶店とかないのかしら。あれが言うことは気にしなくていい。ベロニカはいつもあんな感じなんだ。いつもって何よ。いつものことだろう。少し歩いただけで疲れただのお腹空いただの、いい大人がいつまでもダダをこねるんじゃない。それより君は大丈夫か。私とベロニカは冒険に慣れているから問題ないが、君は違うだろう。そうか、それならいい。ダーリアン、疲れちゃったわよ。抱っこして。仕方ない、いいだろう。本当に？さすが話がわかるわね。ああ、首だけにしてやる。そうすれば軽くて持ち運びも楽だろうからな。うん、
最近運動不足だったのよね。歩きたくなっちゃったわ。遠慮することはない。自分で歩くのが嫌なんだろう。何言ってるのよ。私は歩くの大好きっていつも言ってるじゃない。歩くのが好きなら仕方ないな。そう、仕方ないな。そういえば最近どうなのよ。お姉さんに聞かせなさいよ。もうとぼけちゃって。ルピナスとデイジーのことに決まってるじゃない。そうか、君は別の世界から来たんだったな。今の今まで忘れていたよ。それで帰る方法は見つかったのか。違うでしょ。そういうことを聞きたいんじゃないの。なんだ、違うのか。違うわよ。もっとこう色のある話を聞きたいの。色のある話か。そういうのは私たちに似合わないだろう。そんなこと言っちゃって。本当はダリアも気になってるんでしょ。ないな。そもそも私は恋愛をしたことがない。ああ、前々から言っているが、私は剣一筋だったからな。色恋沙汰には疎い。でも一生守りたいと思えるぐらい大切な人はいるって言ってたじゃない。ああ、それならいる。私が心から守りたいと思う人ならな。ベロニカやルピナス、デイジー、故郷の人間、それから君だ。大切な人ってそういう意味？ん？違ったのか？そうよね。うん、今までの流れ的にそんな気がしてたわ。もったいないわよね。これじゃ男が報われないわよ。声をかけても切るぞって距離を置いちゃうし。なーに？もしかして私のこと狙ってるのかしら。わかったわよ。私のタイプの男性を知りたいんでしょう。どうしようかしら。教えてあげてもいいけど。私はミステリアスな雰囲気のお姉さんだし、簡単に教えてあげるわけには。ちょっと待ってよ。そこは教えてください、何でもしますからっていうところでしょ。知りたくないの。自業自得だな。聞いてほしいなら素直に聞いてほしいと言うべきだ。 うるさいわね。ちなみに私が知っている限りではベロニカの色話を聞いたことがない。そんなことないわよ。私はモテるんだから。そうか？なら最後に男と飲んでいたのは、そうだ、1年前だな。あの男はどうした？資産家の息子で顔も良かったんだろう？そうよ。お屋敷にも招待されたわ。でもなぜかそれ以上には発展しなかったのよね。ちょっと喧嘩もしちゃったし。と本人は言うが、実際は違う。屋敷に呼ばれたのはいいが、その屋敷に眠る貴重な酒を全て飲み干し、寝室へ連れ込まれそうになったら魔法を使って暴れ回り、
屋敷の主を大怪我させて、最後は屋敷から追い出されたらしい。まあそうだろうな。しかしベロニカの言う色話はこういうのが多い。なあ、なし、この話は終わり。自分から話したいって言ったんだろう。話したいなんて言ってないわよ。やれやれ、とにかく私たちはこんな感じだからな。色話なんてないんだ。あるわよ。少し落ち着けベロニカ。今日は彼の護衛が目的だろう。自分語りは戻ってからでも遅くない。それもそうね。で、次はどこに行くって言ってたかしら。護衛大将の話ぐらい覚えておけ。行き先は草原だ。確かルピナスと出会った場所だったな。日帰りできるルートか。それなら道の状態が良い森を横切るルート、あとはもしくは近道の洞窟を抜けるルートの2つぐらいね。そう変わらないからどっちでも大丈夫よ。森を横切るのね。分かったわ。それにしてもよく短期間でこの辺りの地図を頭に入れたわね。なんだ？その秋葉原と新宿駅っていうのは。楽しそうじゃない。だが道を覚えたからといって油断してはいけない。この世界にはモンスターがいるからな。そうね、いつの間にかモンスターが目の前にいるなんてこともあるものね。ああそうだな。これだけ近づいても襲ってこないということは、おそらく温厚なモンスターなんだろうが。なぜか殺気があるのよね。油断させておいて襲うつもりなのかしら。それなら倒してしまった方がいいだろう。被害が出る前にな。じゃあここはお姉さんに任せてもらおうかしら。フレイム、これが私の魔法よ。ベロニカ、危ない。怒らせてしまったようだな。どうやら本当に温厚なモンスターだったらしい。ちょっと冷静に分析なんかしてないで助けなさいよ。
ザ・モンスター。ん？ベロニカの様子がおかしくないか？ベロニカ？どうかしたのか？なんでもないわよ。いいから早く助けて。わかった。私が本体を叩く。君はベロニカを連れて先にこの場所から離れてくれ。ぼーっとしてどうしたのよ。何か悩み事？そうか、ここはルピナスと出会った場所だったな。思い出というのはそういうものだろう。君にとって大切な記憶だからこそ、いつ思い出しても心を揺さぶる。思い出に短いも長いもない。また難しい顔になってるわよ。いいのいいの、顔を見てたらわかるわ。ルピナスに会いたくなっちゃったんでしょ。そうよね、ルピナスの太もも柔らかそうだもの。膝枕とか最高よね。え、助けてもらった時に膝枕してもらったから、グヒヒ、ルピナスの肌は柔らかかったなとか考えてたんじゃないの？え、何そのまま。面白そうだし、詳しくお話聞かせてもらおうかしら。ベロニカ、人の思い出で遊ぶんじゃない。遊んでないわよ。ルピナスの成長を見てきた身として気になるだけだとしても、だ、思い出はその人だけのものだからな。なによ、ダリアも気になって。少し静かにしてて。運が悪いのかいいのかわからないわね。やった。見つけた。
女子供だけを狙う卑怯なモンスターめ、覚悟しろ。ダリア、いい？分かってると思うけど、モンスターはあれだけじゃないの。私たちの周りにも。そんなことは関係ない！全てを倒せば問題ないだろう。そうかもしれないわね。でもダリアはあのモンスターと戦ったことないじゃない。むやみやたらに突っ込んでいっても怪我するだけ。何を、ベロニカは戦ったことがあるみたいに言って、余計なお世話だ。ちょっと、何ムキになってるのよ。落ち着きなさいって。うるさい、私は倒さなければならないんだ。ダリア、ぼーっとしてないの、逃げるよ。あ、ああ。